はい、皆さんこんにちは。今回はダイソーさんとセリアさんでの購入品をご紹介していこうと思います。だいぶね、前に買った商品も含むので、別に新作とかではないんですけど、ご視聴いただけると嬉しいです。あとね、最後に最近動画外でコラージュしたコラージュノートと、あと前ね作ったトレペ2つ重ねて作る封筒をね、いくつかだけなんですけど、コラージュしたので、そちらをご紹介していこうと思います。はい。では、まず、ダイソーさんから。ダイソーさんで、こちらの色紙をね、2つ買いました。なんかね、色紙ファイルとか作ってみたいなと思って。めっちゃジャンコードがでかい。ジャンコード別ですね。黒の方がこちらで、白の方がこちら。と白の方開けてみようかな。中はこんな感じみたいです。なんかここがすごいボコってなってるから、見開きでこだわりするのは難しい感じかな。全部こんな感じかな。なんかね、セリアさんで売られているの色紙は結構真四角のものが多かったかな。真四角じゃないか。まあ、セイヤさんとかで売られてる他のものよりも、ちょっと細長めだったので、いいかなと思って、使いやすいかなと思って買ってきました。はい。で、あとね、ダイソーさんでは残り2つだけなんですけど、こちら、桜のね、底待ちフロストバッグ。を買ってきました。なんかペタルって書いてるけど、桜だよね。ジャンコードはこちら。でね、なんかこんな感じの、多分梱包用のタグがついてます。で、袋はこんな感じ。すごい綺麗。これはね、桜の時期以外にも使えそう。すごい綺麗ですね。いいな、これ。なんかディナバーデさんが作られていた、なんかフロストバッグとかのこの表の部分切り取って、レザーペとかでこう袋にするやつとかを作ってもすごく可愛い。だろうなと思います。気に入った。はい。で、あとね、こちら気になっていた桜の折り紙、これね、フォトだから、この桜って実際の桜なのかな、写真撮ったやつなのかな。すごいね、色味がパステルなんですけど、こうね、可愛すぎない感じがすごく使いやすそうと思って、特にね、これとかすごく綺麗ですよね。もうね、こういうくすんだ、ちょっとだけ紫というか暗いというか、わかんないけど、青がすごい好きです。最近めっちゃ可愛い。はい。で、ここからはセリアさんでの購入品になります。でね、セリアさんでも色紙を買ってきました。これちょっと前の動画で登場したことあったっけな、ちゃんと紹介はしてないと思うけど、ジャンコードは同じです。片方だけ開けますね。こんな感じ。よいしょ。おお、中はこんな感じか。中のね、ここの部分がさっきのよりもこういう風になってくれてる方が、見開きでベターっとペーパー貼れるからいいですよね。でね、表紙はね、クラフトに、こう、どっちも白でお花が描いてある感じで、ここは箔押しでね、すごくね、コラージュして使いやすそうだなと思って。かわいい。
で、あとはデザペですね。まずはじゃあこちら、こちらの2つは別に新作とかではないです。これね、前探しててなかなか買えなかったやつ見つけたので買ってきました。かわいい。順番変えようかな、置く順番を見やすいように。はい、これでいいかな。こんな感じの柄です。すごくかわいい。もうね、皆さん買われてるかなと思うんですけど、すごいね、可愛らしい感じなんですけど、色味がね、このベースの色味が多分裏がクラフトなので落ち着いた感じだから使いやすそうですよね。最近ね、あんまり可愛いって感じ系のものはちょっと使いづらいかなっていうのがあるんですけど、でもね、ついね、可愛いリトルアニマルちゃんの柄とかだったら買っちゃうんですけど、でもね、こういう色味はありがたい。で、次はこちら。こちらはね、リピ買いです。しかもね、2つ買ってきちゃいました。ジャンコードはこちら。コラージュにもちぎって貼るとすごく可愛いし、袋を作っても可愛いんですよね。この前のトレペ2枚重ねる封筒で使い切っちゃってなかったので、変えてよかったです。まずはピンクでしょ?ブルーでグリーン、サラッとなんですけど、すごくお気に入りです。このね、スパンコールみたいな柄がこうポコってなってるのも可愛い。で、次はこれは割と新しい商品なのかな。でもね、これを投稿する頃には新しくなくなってるかもしれないな。なんかね、なかなか動画がたまる一方で交換便の動画とか、あとね、なんか他にも優先してあげないといけない動画がたくさんあったりすると、購入品の動画はね、どん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 後回しになってって、順番もね、変わってくるので、なんて言うんだろう、なんかね、よくわかんない感じになる。はい、これはジャンコールはこちらで、このデザピはね、厚紙かなって思うぐらい、すごい厚い。しっかりしてる。これぐらいね、厚みがあったら、こう2枚重ねて、ね、貼り合わせて、ちょっと簡易ファイルとかにしても可愛いかなと思います。しかもね、このシンプルだから、すごく多分コラージュがしやすい感じですよね。どの色も可愛い。でも中でもこれが一番使いやすそう。で、ラストはこちら。こちらもね、すごく可愛らしい色味のデザペですよね。最近ね、蛇腹ファイルを作るのにハマっているので、折り紙たくさんあると、なんか安心。可愛い。ああ、もうこれとかすごいツボです。これもね、もうね、ベージュは、もうベージュしか勝たんっていうぐらい使いやすい。もうね、本当に、これとこれと合わせて背景にして、ちょっとペタッと女の子貼るだけで可愛いコラージュになる。最近ね、コラージュをするときは、背景をね、こうパッチワークみたいにいろんなデザペとかラベルみたいな感じのステッカーとか素材とかでやるとね、可愛くなる気がします。話脱線してんぞって感じなんですけど。で、ラストはライブ前の商品なんですけど、こちら。こちらもね、買い損ねたんですけど見つけたので買ってきました。ジャンゴールは同じです。
はい、こんな感じのね、ドレプの封筒が可愛すぎる、可愛すぎる。で、カードもね、この落ち着いた色味がいいですね。で、こっちも茶色い封筒と、この何色っていうんだろうね、すごい落ち着いたいい色味のメッセージカード。あー、もうこれはツボです。すごい可愛い。はい、はい。でね、この前作ったトレペを2枚重ねる封筒にコラージュしたんですけど、こんな感じです。まず1個目がこちら。で、これが前コラージュしたやつでしょ。で、2個目がこんな感じで、もう1個はこんな感じ。全然ね、春を意識してない。下のね、デザペが桜とかなのに全然春を意識してないんですが、こんな感じです。本当はね、あともう一つか二つかあったんですけど、ちょっとね、お友達に送っちゃったので、ちょっとご紹介できなくてすいません。まだね、このシーリングの部分はつけてないんですけど、このね、二つがね、この魔法使いの女の子は可愛くてしょうがない。またね、追加でデザペ買ってきたので、これとかね、この桜のやつも買ってきたので、また作ろうと思います。これね、2枚重ねて、普通のこの形の封筒じゃなくて、また違った形の封筒を作っても可愛いと思う。可愛いですよね、多分。作ってみようかな。で、動画外でコラージュしたコラージュノートのご紹介なんですけど、前ね、前何の動画かな、なんかロフトの購入品かな、かなんかの紹介で、大きい方の女の子ステッカーを使ってコラージュするノートの動画外でコラージュしたやつは紹介したかなと思うんですけど、これはまだ紹介してなかったかなと思うので、これはね、やっとこさ、トワイライトのシールを使ってコラージュしました。すごい可愛いというか、いいな、大好き。はい、で、これ、このページお気に入りなんですよ。どうですか？赤で統一してコラージュしてみました。女の子のね、シールを使って。もうね、この女の子のシールをね、見てるとどんどんコラージュしたいモチーフが浮かんでくる。だから、この女の子シールでコラージュ始めると止まんなくって、ミニバインダーが女の子シール続きになるんですよね。こんな感じ、夢変わって感じでコラージュしました。このね、下のね、デザピは100均なんですけど、どっちも可愛いって感じのデザピを使いました。で、これはね、私には珍しく、ちょっとうるさい感じにしたっていうか、ごちゃごちゃした感じにしたくって、このね、派手な色の女の子、もう派手色って感じの女の子を使って、ここにもね、派手なサングラスをかけた男の子、ペコちゃんのマステとか、派手な感じに、派手を意識してコラージュしました。慣れてないしね、ただただうるさくなったなって感じなんですけど。もうちょっとしたらね、この表紙、ここに入れるやつもコラージュしたいな。で、次はこちら、セリアさんで、あの、オタ活グッズのサンアナバインダーの大きい方を買ってきました。で、コラージュノートにしようと思って、もうね、どんだけコラージュノートの種類増やすんだよって感じなんですけど、どうしてもね、このサイズでコラージュしたかったんですよ。真四角っぽいので。可愛くないですか？もうね、大好きな紫をたくさん使ってコラージュしました。で、裏側はこのステッカーはね、1枚だけおまけでいただいて持ってたんですけど、あ、このデザペとかも使ってます。で、クリアな素材のデザペも使ってて、これね、コラージュにこんな感じで下が透けて見えるから、下をパッチワークみたいな感じにした後に貼るとすごくおしゃれになる気がする。で、この可愛すぎる女の子、一応ね、月をあれして、もっと宇宙っぽい感じでコラージュした方が可愛かったかなってちょっと後悔したりしたんですけど、まあね、でもこのパンジーとかも可愛いからいいかな。
で、こっちのページはこんな感じ。これリフィルはね、自分で適当に作りました。画用紙で。はい。これね、またね、女の子をコラージュしていこうと思います。ちょっとせっかくだから、画面に映るように置いとこう。こんな感じでどうだ？はい。では、これで以上になります。ご視聴ありがとうございました。